皆さん、こんにちは。グループ卒業を発表した数日後に、鷲尾玲奈さんとの熱愛が報じられ、話題になったセクシーゾーン中島健人さん。これにはファンも、卒業は結婚のためだったのかと怒り心頭。過去の匂わせ発言なども持ち出され、批判が殺到する事態になっています。そして中島さんの新たな発言が、さらに炎上の火を強めてしまったようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2024年1月8日、ファミリークラブの公式サイトにて、グループ名を変更するタイミングである2024年3月31日をもって、セクシーゾーン中島健人さんが卒業することが発表されました。卒業の理由について公式サイトには、中島は30歳という節目に、一人のアイドルとして、一人の役者として、国内外問わず様々な挑戦をしていきたいと思い、新しい道を進むことを決意いたしました。そして、メンバー内で話を重ねた結果、メンバーは中島の意思を尊重し、今回の結論に至りました。と記されていました。しかしそのわずか9日後に、鷲尾玲奈さんと中島健人さんの3年に及ぶ熱愛が報じられたのです。話によれば、番組での共演で意気投合した2人は、中島さんのアプローチによって交際に発展。お互いに上昇志向が強く、切磋琢磨できる関係性が心地いいという2人は、旅行好きという共通点があり、国内外問わずいろいろな場所を旅してデートを重ねていたそう。しかも同じブランドの服を買って貸し借りし合ったり、インスタグラムのアイコンを似ている写真にするなど、かなりの仲の良さで、喧嘩もほとんどしないとか。しかしこの行動は後に匂わせとしてファンの怒りを買ってしまうことになりました。それもそのはず、中島さんはケンティーの愛称で親しまれ、セクシーサンキューの決め台詞でファンをお姫様扱いし、王子様に一番近いアイドルの異名を持っていました。報道された熱愛について中島さんは、スターとエンターテインメントを通じて、鷲尾さんは尊敬するアーティストさんであり友人の一人ですと答えていますが、この対応までもファンにとっては火種になったようです。この熱愛報道から数時間以内に、メルカリには置き型ぬいぐるみや、うちわ、アクリルスタンド、写真などが大量に出品され、インスタグラムには、中島健人にとってのアイドルって何ですか、今回の脱退の件といい、熱愛の件といい、恩をあだで返すようなことはしないで欲しかったです、新婚旅行楽しかった、今までの時間を返せなどと批判が殺到していました。このファンが言う新婚旅行とは、昨年のゴールデンウィークが始まる少し前、中島さんと鷲尾さんが日本から同じ直行便で向かったとされるバチカン市国への旅行のこと。報道によれば、2人はキリスト教の建築物として世界最大であるサンピエトロ大聖堂など歴史的建造物を見て回り、中島さんは仕事のために名残惜しそうに現地で解散し、別々の飛行機で帰国したそうです。そしてこのバチカン旅行はファンにも思い入れがあるもの。というのも、雑誌「モージョー」21年3月号の中島さんの連載内では、忘れられない景色をテーマに自身の経験などを綴っていたのですが、その最後に、いつか君と一緒に見たいものがある、それはバチカン市国の美しい景色、神聖なその場所にはいつか特別な人と行くと決めているんだ、心からこの人だと思える人とね、つまりはこれ新婚旅行のお誘いなんだけど、鈍感な君は気づいてくれているのかなと書かれていました。当然雑誌上の君というのはファンのこと。この雑誌のコメントに対し、 SNS 上でファンは、ケンティーが匂わせしてたのはがっかり、こんなん確定じゃん、ケンティーの熱愛でバチカンの話が本当なら引く、もうこれはケンティーの言う友人の一人ですという言い訳はきついでしょ、マジいろんな答え合わせさせてこないでほしいなと物議を醸していました。そして前述の通り、中島さんは
鷲尾さんを友人の一人と答えていましたが、1月8日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組グータンヌーボ2スペシャルに中島さんが出演した際には、男女の友情なんて成立しないと語っていました。そのため友達の一人という発言もファンの怒りを買っているようです。中島さんはかねてから30歳の節目を気にしている発言がありましたが、これまでノースキャンダルでファンを大事にしている王子様キャラを貫いてきていましたし、そこが魅力でした。近年は今年世界同時配信になる海外でのドラマの撮影をはじめ、海外志向がうかがえましたが、昨年12月のドームツアーでは涙を流していたこともあって、ファンはグループにも最後まで残ると思っていました。しかし突然の脱退、そして脱退前に熱愛報道、さらには発覚した匂わせの数々、すべてが急速なファン離れにつながってしまったようです。そんな騒動の中、中島さんはブルガリイルチョコラートのバレンタイン限定チョコレートサンバレンティーノ2024のアンバサダーに就任。1月24日放送の日本テレビ系朝の情報番組 ZIP で石川みなみアナによるインタビュー VTR が流れ、中島さんがチョコレートに関する思い出などを語っていました。そのインタビューの中で、グループ卒業後についてどういうふうに活動していきたいなとかっていうのはありますかと尋ねられた中島さんは、海外のドラマだったりとか、そういう映画に随時挑戦していく、そういう今までよりもより幅が広い活動をしていきたいなというふうには考えていますと宣言。さらには催し事を結構好むメンバーだから、卒業パーティーみたいなのをやってもいいかもしれないですよねと発言。結構みんなで鍋とか行ったりもしてたので、今回の僕の卒業を踏まえた上でいろんな贈り物をし合うとかもそうですけど、なんかパーティーとかをして、やっぱりそれぞれおのおのの道をちゃんとこれから強く歩んでいける、そういう時間を過ごせたらなって思っていますと願望を語っていました。セクシーゾーンは近年22年12月31日付でマリウス陽さんがグループを卒業し、芸能界を引退。その直前に5人で卒業旅行に出かけ、後にファンクラブ会員向けに旅の模様を収めた動画を公開したほか、昨年6月発売のアルバムチャプター2の特典 DVD 初回限定版 B には、旅行動画の完全版となるセクシーゾーンスペシャルトリップコンプリートエディションが収録されました。こうした前例があるだけに、中島さんも何か特別な企画をと考えているのかもしれませんが、卒業パーティーの一言にまたファンからの批判が殺到しています。 SNS 上では、こっちは卒業を悲しんでいるのにパーティーだなんて楽しそうな発言しないで、卒業発表以降セクシーゾーンの曲すら聴けなくなった人もいる、そんなファンにとっては卒業パーティーなんて気分じゃないと思うと怪訝なコメントが上がっており、また卒業パーティーをやってもいいかもという言葉遣いについても、なんでやってあげるみたいなスタンスなの、グループを抜ける人が言うこと上から目線でズーズーしすぎる、なんで自分から脱退を選んだ人のためにパーティーしてあげなきゃいけないのと批判的なコメントが続出。それとは対照的に、卒業パーティーよりセクシーゾーンというグループ名とのお別れパーティーを盛大にやろう、ファンみんなが見られる形で配信してほしい、これまでメンバーと共に歩いてきたケンティーの卒業パーティーを開いて何が悪いの、セクシーゾーンを愛しているからこそ卒業パーティーしたいって言えるんだと思うと、中島さんの提案に賛同する声もわずかに上がっていました。それでも脱退するメンバーが言う言葉じゃないから、悪気はないって擁護しちゃダメ、もうツッコミを入れるメンバーもいなくなるし、失言には気をつけてと手厳しい意見も見受けられました。以前のように王子様キャラであれば、こういったナルシストでずれた発言も
ある程度許されたかもしれませんが、イメージが崩れてしまった今は火に油を注ぐ形になってしまったようです。これだけではなく、報道から5日後の22日、中島さんは公式モバイルサイトファミリークラブウェブの個人ページケンティータイムを更新し、みんな元気と綴ったのですが、すでに中島さんから心が離れている一部のセクシーゾーンファンはこの言葉にドン引きの様子。みんな元気って聞ける神経がすごい。元気なわけがない。ファンの気持ち伝わってる。何がみんな元気だよ、煽ってくるなと呆れていたようです。卒業を目前にしてセクシーゾーンファンの反感を買ってしまった中島さん、離れたファンの心を取り戻すのは難しいかもしれませんが、せめて残ってくれたファンの方々やメンバーを大切にして、最後まで良い思い出を作っていってほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。